とうございます。おはようございます。2回目だけどすごいまた来ると思ってました。いや正直思ってなかった。チケットとかももうすでに取ったみたいな石川県から車を運転してやってきた太田さん家族。今回の打ち上げに並々ならぬ思いを持っていました。太田さん家族と出会ったのは先月14日のことです。長男の八雲くんにロケットの打ち上げを生で見せてあげたいと、当初の打ち上げ予定日に合わせて家族4人でやってきました。彼がロケット好きなので一度見てみたいという、ぜひ見せてやりたくて夢を。打ち上げが2日間延期され、仕事と学校の休みを取って3泊4日のキャンプ生活を余儀なくされましたが、元気です全然大丈夫です。明日見れれば何でもいいですそして迎えた17日、ロケットが打ち上がることはありませんでした。嘘だろみたいな。ねえ、また見せてあげたいなって、また帰ってきたいっていうか。石川に戻った八雲くん、いても立ってもいられずプロジェクトマネージャーの岡田さんに手紙を書きました。天気がいい。あれから2週間余り、太田さん家族はまた種子島にやってきました。こんなにすぐまた来るだよね。八雲くんがロケットを好きになったのは、お父さんに見せてもらったロケット打ち上げの動画がきっかけでした。そんな八雲くんの一つの夢が生で打ち上げを見ること。今あるいろんな技術の集大成みたいなところがすごいなと思って、それが叶うってことですっごい楽しみです。その何か見た時にハッと思うタイミングって、もう自分の人生でも数回ぐらいしかないんですけど、それに匹敵するぐらいのこの感動がきっとあるだろうなと思って。お、出てきた。本当にもう入るじゃない、絶対あそこに。頑張れ、一言ですね。機体移動を終えた H3 を見て祈ります。午前8時、公園にはすでに多くの見学客が。17日の打ち上げもう来ました。来ました必ず飛んでくれると。いいよ。太田さん家族は特等席を確保です。打ち上げを祈るような気持ちで見守るのは県内だけではありません。日本中の視線が種子島に注がれます。今リフトオフです。 H3 ロケットの息吹が振動になってこの公園にも伝わってきています。これを見たことによって、もう本当にまたロケットエンジニアになって作りたいっていう気持ちがしました。しかし
その後打ち上げ失敗のアナウンスが。ロケットはミッションを達成する見込みがないとの判断から指令破壊信号を送信しました。失敗してしまって少し残念なんですけど、また次は成功するように願ってます。今回は失敗に終わった H3 ロケットの打ち上げ。しかしロケットが放った光は八雲くんの心に焼き付いています。いつか成功すると信じて、そしてまた見に来ると誓って、大竹は種子島を後にしました。